はようございます、じゅんです。今日はゼクシオ×メンズクラブのコンペに参加しています。ダイジェストは少し前に公開していますので、そちらをご覧ください。今回はダイジェストの動画に入りきらなかったラウンドの様子をお送りしていきます。では本編をどうぞ。よろしくお願いします。いきます。ありがとうございます。ママです。このホールは、まあ、そんなに難しくないんじゃないかなっていう感じがします。ただなんか打ち下ろしがすごいなっていうだけで、意外と広いのでセカンドどうなのかなって感じですね。まあ、このホールはそんなにめっちゃスライスとか出ない限り難しくないかなと思います。あとね、残りがね、私180も残っちゃってるんで、バンカーに入れないように。びしょびしょで、まだ朝で全然抜けませんでした。今ダボしちゃいます。10.5 あるんですよ。めっちゃ手前に落としたつもりだけど、今のとラフに落とさなきゃダメ。10.5 って言ってました。めっちゃ早いんですか？いいよ。オッケー。うわー、巻いて。大丈夫です。はい。今日はグリーンが本当に速いと思うんですよ。10.5 なので結構パターとアプローチでスコアやられる気がします。もう普段だったらアプローチピッとやるんですけど、パターの方がそう、意外と頑張ろう。乗るといいな。じゃない。
いいじゃない、いいじゃない。7番で右側に置いてかぶしてハーフショットでバーンって感じですね。なんだフォロー早くならないの。打ち下ろし大体ああいう時早くなっちゃうんで、早くならないように打ちます。超曲がる。曲がらぬ。ずれてるし。本当に怖い。って言ってあげて。OK。あー切れた。うわー惜しい。ケース。これもハンデホールです。コンペの時って難しいホールでだいたいハンデがつくんですね。なんで、まあ、結構今のホールは3って言ってハンディキャップ3で難しいので、まあ、ワンちゃんここも入りそうな。両方入ってる可能性はあります。なのでハマってます。次は15なので、ここはちょっとパーです。結構グリーン速いのでダイレクトに乗っちゃうと結構転がっちゃうんですよ。手前でもいい。そうですね、ちょっと受けてないけど確実ならもう手前からです。手前からです。いや今日本当にね 10.5 ってまあまあ速いから、普段8とか9とかでしょ。動画のアップをこうアップしないでね。薄めです。ちょい右か。あよいしょ。薄め全然届きません。この難しさはね、みんなね、ほんと震えちゃうよ。打てなくなっちゃうと思う。でもね、多分ね、ゼクシオとこのメンズクラブのコンペって結構上手な人多いイメージなんで、まあ、現にね、一緒にラウンドしてる女性の方もめちゃくちゃうまいですね。もうバーディーですね、今のショートホール。すごい上手いです、はい、いやーすごいな。難しすぎて疲れちゃうな。これは本当に難しいコースのコンペってね、本当に大変よ。やばい、乗ってる場合じゃないぐらいで。ラインに普通にこうなった。
ありがとうございます。見てください。この景色。これやっぱあれですか。川？川ですね。はい。なんかすごい街を上から見下ろしてる感じが、なんか綺麗ですね。本当にね、都心から 3、40分、まあ、遅くても45分ぐらいで多分着くぐらい近いゴルフ場なので、もう街が近いですね。こちらのコースは紙コップが用意されていないということで、悪口みたいになっちゃった。コーヒーが美味しい。内緒です。そうね、富士山が見えてます。ズームで見えますか？何年目ですか？はい、ナイス。よし、6番ウッドです。なんかまだ起きてないの。よし、届かない。レディスティーで長いのかな。レディスティーレディスティーやってるのにボギーオンです。もうレギュラーティーでやっても変わんなそう、スコアが。今日は100ギリ。前半は4号守りたいけど、マジで打ちそうです。5、8で打ちます。上りのスライスです。おー、ありがとうございます。オッケーだよ。やった、パーパーですか。はい、上りのフックだった。ナイスバーディー、はい、ありがとうございます。ナイスショー。今日一緒に回っている千秋さん、すごい上手なので、千秋さんを撮った方がいい。いやいやいや、私はあの全然動画を撮ってもいいよと許可いただいたので。よいしょ、これはフェアウェイだ。マジでうまいですね。本当にうまいですね。お、ナイス。あ、ちょい右か。ドラゴンは無理か。これドラゴン？ドラゴンだよ、ドラゴン。あ、ドラゴンだったんですね。取れませんあれは。あ、俺もバンカーだ。わお。あ、いました。あ、本当だ。どっちがどっち？アイアンを。7番ウッドで打ちます。大丈夫かしら。うまいけど。ああ、
左行っとんの。大丈夫。右行く。OK です。あ、いいや。ナイスです。優しく優しく。優しい。ナイスアプローチ。OK でだ。難しいパッティだな。確かに。やばいわ。ちょっと松山張りだねこれ。ちょっと待って。あ、でもいい。あ、すごいすごいすごい。いや、正解正解。意外と大丈夫です。すごい。そこで一回ちょっと止まったのが逆に。うまい。うわー、ずれた。惜しい。OK。 またやばすぎじゃない。バギー。